レシーブとブロックの練習に力を注いできました。11年ぶりの全国大会出場を目指す佐世保南高校です。1950年創部の佐世保南は硬いレシーブを武器に2004年春高バレーで日本一に輝いた伝統校です。校内には公立校の快挙を称える顕彰碑が作られています。初めて座りました。初めて座った。はい、これをもう一個作れるように頑張りたいなと思います。チームキャプテンの古川龍也選手です。リベロとしてチームを守備と声で引っ張ります。古川選手は先に競技を始めた姉の影響でバレーボールの虜になり、小学校1年の時クラブチームに入りました。しかし周りに競技に打ち込む人が少なく、他の学校から選手を借りたり初心者とプレーをしたり、高いレベルのバレーボールへの憧れや欲が古川選手の原点です。高校に入っても仲間に恵まれて楽しいバレーができているところです。てっぺんを目指して自分のプレーをもっと高めようと意識して頑張ってきました。新学校の佐世保南では勉強と部活動の文武両道が求められます。あまり得意ではないという勉強に励む理由は古川選手の将来の夢にあります。自分の将来の夢は体育の教員になることなんで、それに必要な能力を身につけたいかなって考えてます。古川選手が目指すのは恩師でもある顧問の友松先生のような存在です。強豪校の監督をされているプラス学校の軸として動かれている方だなと、私の目標でもありますし、佐世保南高等学校に帰ってきて友松先生の後継ぎをしたいなって考えてます。パワフルに長崎のスポーツを紹介するパワスポ N は毎週日曜の夕方 KTN で好評放送中。チャンネル登録お願いいたします。